ークのボーイ来たーマーベラス。待つのそろそろ。おそ松さん、欲張りニートアイランド。はい、本日ですね、6月18日、本日をもって、おそ松さん欲張りニートアイランド、この島松がですね、終了ということで、サービス終了、今日の5時だったかな、午後5時、17時にサービス終了、でいいんだよな、うん。なので、これがラストの島松の実況となります。最初に習って、ね、何もらったの？最後のログインボーナスは200でした。いやまああれから全然動かしてないんですけどねどかしとくかもうダイヤももう使わないんだよな結局もう使わないんだよな結局はね。あ、もう持てないか。まあ持てるか。明るく立つよ。よし、ずっと暗いままでやってたんで。で、なぜか植えるこういうのもありましたね。いい感じ。上のところ黒いよプラスが黒くなってるね。もう何もすることができない。ねえ、こういうね。ああ、全然チャレンジ報酬もやってなかったな。放置しすぎね。とりあえず販売所もやっときましょうか。じゃあこの際だ、いいもの置いておこう。いいものを高値でみこじあるもんがいいな。これももう使わないんだよな。この辺で。最後のハトボーの回収もしましょうか。
恐竜に戻ってる。はあ、なるほどね。いい感じ。最初のやつに戻ってるね。ああ、ま、気が向いたらね。じゃないと寂しさで死んじゃうからだ。はあ。懐かしいね。これもあったし。じゃないんだよな。ショップでも、ショップであの衣装もらえるんだよな。1個だけ衣装、いいか、ショップしましょうか。キャラフルボイスがもらえるってあったんでね。最勇気か。これは何？エジプト人。この三角壊していい？壊しちゃダメだと思うんだけどな。買った。買ったらストーリー見れたのか。全員買ってないんだよな。あ、そうか。こっちだ。ここだ。まだ一人っていうことやってなかったな。これも懐かしいな。何これ、めっちゃ光ってるよ。わーい。エジプト神前編、前編だけなのか。あ、そういうことか。じゃあもう一回行くと、なるほど。これで、なるほど。これで前後が見えると。何これ、めっちゃ光ってるよ。わーい。限界。おー、出た。元ネタなんだろうね。ワニか。思いっきりテールで当たってる、アタックしてるけど。で、これがフルボスだっけ？最勇気の方か。じゃあこれフルボスじゃないのか。イラスト。フルボイスじゃないね。まあいいや、どうせ解放したから。ナイル川のほとり。やっぱりそうか、ワニかい。いやー、いいこと思いついた。ダメか。中止します。え？何？ちょっと。はい。神様。本当に？まさかだな。うわ、そうなの？まあね。やったー！なんか様子が変だよ。遊び。で、後編。いや、だから。おう。あ。え、あ、いや、そこは確かに。
はぁ、あ、いくぞ呼ぶからって。ちょっといい？頼もう。さあ、僕と一緒に行こう。やだよ。よいしょ。何すんだよ。行くぞ。ああ。いや関係なくない。マジなんなんだよ。やだ。え。うるせえ。あ、こういう内容だったのね。待て、フルボイスで太陽気の方か。太陽気誰か一人でももらっとこうかな。誰がいい。この辺行ってみるか。絡まってたんで。フルボイスだよ。もう誰にも俺を止められないぜ。もう誰にも俺を止められないぜ。うまヴィーナスが俺に微笑んだようだな。これだっけ。フルボイス合ってんのかな。不安。フルボイスでいいのか。このマークはフルボイスだね。合ってる合ってる合ってる。フルボイス。あれは牛魔王一松の手下。みんな戦って。伸びろー、にょいぼう。そういそうい。えいえい。ふん。これで全部倒したな。もう戦いとかやだよ。僕って争い事とか好きじゃないし。あはは、一番敵やっつけてたのに。しょうがないでしょ、あっちから向かってくるんだから。ふん、まだまだ青いな。どうしたの、ダバのカラマツ。戦い方がスマートじゃない。そのせいで余計な時間を取っているようだ。は？動きに無駄が多い。もっと風のように軽やかな身のこなしを意識するべきだな。風？もし俺が戦えば、瞬きしている間に決着がついてるだろうな。俺が生まれ残念だ。いや別にいいよ。え？うん、遠慮しないでいいよ。馬でも戦ってくれて全然いいし。いやでも俺は馬だし。そうだ、こいつに牛魔王一松を倒してきてもらえばいいんじゃん。あ、それめや。僕も行きたい。十四松八回はお留守番。じゃあそういうわけで行ってきていいよ。そんなに言うなら仕方がない。掟破りの俺の実力を披露しようか。どういう流れなのこれ。馬なんだね。しかもダバって言われてる。ここが牛魔王の城。誰？客？え、牛魔王一松。なんだお前、三蔵チョロ松んとこのクソ馬じゃん。ふん、俺は世界一のビーバー玉竜カラマツだ。貴様を討伐するためにやってきた。どうする、今降参すれば見逃してやるぜ。俺も鬼じゃないからな。うるさい。え、あ、はい。
で、降参しなかったらどうすんの？ああ、そこはなんというか、平和的解決を目指していくのがいいかと。俺の金棒見る？え？ほら、でかいだろ。これで殴られたら痛いだろうな。ああ、だがそれは平和的話し合いには必要ない。あっちの方に置いておくのがいいんじゃないか。なんで？だから平和的話し合いに。俺話し合うなんて一言も言ってないけど。ふん、なら別の道がある。何？俺に倒されてくれれば牛魔王を称える歌を一曲プレゼント。分かった、しねえ。まず話し合おう。暴力は良くない。俺ただの馬だから。そういう暴力、ああ。金棒の消毒しよう。ああ、ああ、なるほどね。黒幕が一抹二さだったと。フルボイスいいな。そんな、最後にガチャもやっとこうかな。ラストガチャ。誰行こうか。誰行こうか。この辺行ってみるか。ラストガチャ。あ、これは引くだけにしときます。星5。マジで？俺こういうの困る。エスニャ。こんちゃ。島松の島松でついてる。いいって、興味ない。あ、覚醒した。限界突破したからって俺に期待すんなよ。あんまり変わらない。これは持ってるもんね。嘘、マジで。ああ、俺こういうの困る。あったな、あったな。これもあったな。あー、きつい。スタートのやつ。あ、持ってなかったか。限界突破したからって俺に期待すんなよ。え、これ、え、これ、いいの、これ配布して。今更だけど、これ確か事前応募で、じゃあ事前登録か、事前登録でもらえたやつだよね。いいのか。そうか、こんな格好してるから。お、マジシャン。あれ、限界突破したからって俺に期待すんなよ。覚醒。マジで揃わないもんだな。俺こういうの困る。揃わないもんだな。うん、前編だけ持っててもねっていう。ちなみに今の中でフルボイスはあるのか。フルボイスあったね。映画
西部劇。あ、全部フルボイスだ。はは。ま、ガチャ引くだけだったんで。よーし。ま、入れとこう。見納め、見納め。じゃあここ服装揃えようか。さすがに服装揃えようか。じゃあスタートのやつで、スタートのやつこれだな。ん、あれ押さされなかった。着替えでいいのかと。できた、できた。仕方を忘れるというね。あんま持ってないな。何してんの。よし、うん、え、俺完了は俺に任せられるのか。一番早いのは僕だよ。はい、こんにちは、ダス。というわけで今、まあ、いつも通りグダグダっとやりましたけど、島松、自分の実況はこれにて完結とさせていただきます。まだ新しいね、まあ島松に変わった新しいまたアプリが出た時にはまた実況したいと思います。というわけで今までありがとうくらい、さよならホームラン。 D テクノマーベラス。島松。